ご挨拶を賜りたいと思います。しかし市長の頃からの頑張り、ね、中から始めまし、県知事選挙の勝ち、衆議院選挙の勝ち、そしてオール沖縄という表題ができて、みんなが団結をするようになった。いろみの市長の頑張りに心から感謝するもの、まずは大きな口で歓迎をください。それでは早速決定のご挨拶を行いたいと思います。真ん中、いかがでしょうかね。おめでとうございます。後ろの状況はちっともおめでたい話ではありませんけれどもでも年末年始通して、このように、皆さんが寝泊まりをしながら沖縄の事務袋をしっかり示そう、同時にこの戦いは日本一、それから民主主義、さらには人権主義、国家としての在り方、その本質を問うという戦いに今発展してまいりました。これはもう高校生のこの問題だけではなく、沖縄だけの問題でもなく、日本の国の今在り方が問われている、こんな状況に今なっているんですね。この最たるものが法廷闘争まで押し込まれた国が沖縄県を訴える、そして沖縄県も黙って売るわけにはいかない、そういうようなことで沖縄県も国を相手にですね、法廷闘争を戦う意思をはっきりと示します。これまでの国の強引なやり方に対しては、法律の専門家や行政の専門、多くの常識ある著名人、これは県内国内にとどまらず外国からも大きく非難の声が今上がっている。こういう状況にもかかわらず、日本政府は私たちのこの運動を、沖縄県の思いを踏みにじろうとして、今強引な形で今進めようとしているんです。先ほども言いましたように、名護の問題だけでもないという、沖縄だけの問題でもないという、そのことを訴えるためには法廷で、それこそ法律で、司法の場で、独立した司法の場でしっかりと議論してもらいたいと。私たちがやっているこの行動は、憲法に保障される人権、表現の自由、もろもろ、すべて憲法で保障された人間として生きていくための行動を今展開しているに我々は過ぎない。そのことを法廷闘争を通して、マスコミを通して、日本全国、そして世界に広く知らしめていかないといけないな、というふうにと思っております。国のいろんな審査機関がありますけれども、それらも二十歳ばっかり、本当に専門的な立場で議論したとはちっとも思えない。あの国の審査委員会の客観の報告に出たら、何を言っているのか全く分からない。それでもなお国が言っていることにそんなに問題はないというような、こんな状況を、結果として出しているという、本当に悲しくなる。専門家というふうに、その独立した機関として本当に
中身を抜かれた単なるパフォーマンス、国の方から言うパフォーマンスとしてだけしか我々には受け止められない、こんな部分が今続いておりますが、でも私たちは負けない。1日の赤い T が初日の出に向かってみんなで団結をする、そして絶対に屈しない、このことをみんなで力を合わせる、声を合わせて確認をした、そのことを私たちは肝に銘じながらまたこのように頑張っていく、その姿をですね、私は本当に皆さんにも頭が下がる、もう地元の市長として、このような行動に対して本当に頭が下がるものであります。皆さんのこのような戦いが、私も今かなり厳しい、なかなか表面的な動きとしてはありませんけれども、見えないところでいろんな形で今苦しい立場に置かれています。私が何か言うとまたあの辺からいろいろと出てきますので、はっきりしたことはこう申しませんけれども、でも私はもう就任してやがて6年目になります。再編交付金も全て止められても、名護市の先生は全く動じることもなく、そらそらましてや4日の信州の集いでも申し上げましたけれども、2年連続で市の予算は400億を超える規模になりました。それは6万人口の規模の自治体ではほとんどないことだと思います。しかもその額は6年前は再編交付金ももらっていたんです。あの時より100億近く増えたんです。なんででしょうかね、沖縄の言葉で言うなんでかね。はい、これはやっぱり職員たちも頑張り、人文を出す、そして自らの足で立ち、そして自ら汗をかきながら人文も働かせながら仕事をしていくと必ずいい答えが見つかるんです。私たちのこの行動もめげずに自らの信念を貫いていけばきっといい答えが待っています。それを信じてみんなと一緒にこれからも頑張っていきたいと思います。2016年始まったばかりですけれども、まだまだこの戦いは簡単には終わりそうにありません。でも休まず、ひるまず、そしてなお結束を強くして頑張っていきたい。皆さんのお力もどうぞこれからも貸してください。ありがとうございます。どうもご苦労様です。頑張れ。